上限の4、相手じゃ全く歯が立たない。攻撃はおろか自分の身を守るだけで精一杯だ。禰豆子も戦ってくれてるけど、長い戦いのせいで体力もかなり消耗してそうだ。早く俺が何とかしないと。そんな逃げてばっかりじゃいつまで経っても俺は倒せんぞ。ショコマカと動き回って煩わしい。俺は無惨様からお前を殺してその鬼の妹を連れてこいと命令されているんだ。さっさと死ねえ。危ない。なんて威力の攻撃だ。こんな攻撃が当たったら一発で致命傷だ。俺が攻撃するにはもっとこいつに近づかないといけないけど、近づくと今よりもっと攻撃される。このまま逃げ続けて誰かが助けに来てくれるのを待つのが得策なのか。逃げてばかりで俺とまともに戦う気がないみたいだな。それならこちらから決着をつけに行くまでこれで終わりだ。耳飾りの剣士表明雷説。お兄ちゃん危ない。お、なんだ？耳飾りの小僧に向けた攻撃だったのに、まさか鬼の妹がかばって助けるとは。こんな攻撃を受けたらいくら鬼でもひとたまりもないだろう。こんな弱い人間を守るなんてバカな鬼だ。お兄ちゃん、私はいいから早く逃げて。禰豆子、俺のせいで怪我させてごめん。禰豆子にばっか守れてちゃダメだ。禰豆子は俺が守らなきゃ。はっはっは、笑わせるな。お前の妹はお前よりも強いぞ。もう傷も回復してきてるし、お前に守られる必要なんてない。禰豆子は人間を食べないけど、戦いで体力を消耗すると鬼化が進んで人間を食べようとしちゃうんだ。禰豆子が人間を食べないように俺が禰豆子を守らなきゃいけないんだ。何をわけのわからないことを。妹はもう鬼なんだ。それをお前のエゴで人間を食わせないとは。妹を苦しませてるのはお前の方じゃないか。もういい。お前に何を話したって無駄だ。怒りで体が熱くなってきた。さっきと違ってなんだか調子がいい。俺はお前を倒して禰豆子を木箱に戻す。何？あざの形が変わった。無惨様の記憶が、細胞がうずく。井の神神楽日雲の竜かぶりまいくわ。なんだこの威力。まさかこの俺が柱でもないやつに首を切られるなんて。クソがー。お兄ちゃん助けてくれてありがとう。禰豆子が無事でよかった。早く木箱に入って休もう。うん。登録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 